ノートカーズは1984年にランドール・トリック、フランク・ハラズ、トーマス・モランによってゼロックス・パークで開発されたハイパーテキストベースの個人知識、ベースシステムである。ノートカーズはメリーランド大学カレッジ・パークでの1983年ハイパーテキストに関するトリックの先駆的な博士論文の後に開発された。ノートカーズ・ハイパーテキストアプリケーションの画面。 ノートカーズはノートカード、リンク、ブラウザカード、ファイルボックスという4つの基本的な種類のオブジェクトをモデルにして作られた。各ウィンドウは旧カードに類似し、ウィンドウのサイズは異なる場合があるが、コンテンツはスクロールできなかった。ローカルマップとグローバルマップはブラウザを介して利用できた。40以上の異なるノードがあり、様々なメディアに対応していた。 ノートカーズの基本的な構成は、片付けられたリンクによって接続されたノートカードで構成される意味ネットワークである。各、ノートカードには、テキスト、グラフィックス、画像、または、その他の編集可能な実態で具現化された任意の、量の情報が含まれている。リンクは、カード間のバイナリ接続を表現するために使用される。ノートカーズには、 カードとリンクのネットワークを管理するのに役立つ、ブラウザとファイルボックスという二つの特殊なタイプのカードがある。ノートカーズイニエーナチェルノートカーズは、大型の高解像度ディスプレイを備えた、ゼロックス社の D マシンワークステーションに、リスプ言語で実装された。ノートカーズのインターフェースは、イベント駆動型である。ノートカーズの興味深い機能の一つは、リスプコマンドを使用して、 全く新しいノードタイプをカスタマイズしたり、作成できることであった。強力なプログラミング言語により、ノートカーズの作業環境全体をほぼ完全にカスタマイズできた。ノートカーズは、コモンディスプソフトウェアのベンダーであるベニューから市販されており、ソラリス2.5と7と LinuxX86 用にコンパイルされ、XWindow システムで利用できるようになっていた。 ありがとうございます。